こんばんは、元男の子の青木かのんです。シャキーン。見てください、青木かのんの新ヘアスタイル、通称甲子園球場。前髪ね、外野スタンドのように放物線を描くかのごとく綺麗なラウンド調が演出されています。いいでしょ。ということでですね、今日はこの青木かのんのお家芸、元男の子だから話せる性転換のお話なんですけども、ちょっと待って、おい、何回も性転換の話してるんじゃねえか、もう停止ボタン押してやるっていう方、今画面の中の大半の方がそう思ってるかもしれないんですけども、今日はですね、違います。今まではこの青木はどんな性転換の話をしてきたかというと、どっちかっていうと手術をしてこんな風に変わりましたとか、あとは手術をして機能はこうこうこうでこうなんですよとか、どっちかっていうと感想的な動画が多かったんですね。てかもうほとんどそればっかなんですよ。いやいやいや、かのんちゃん肝心なところ抜けてないっていうことなんですよ。それが何かっていうと、そうです、性転換手術の前日から入院の終わりまでの地獄の1週間、この期間私話してないんですよね。ちょっと話したかもしれないけど、話してないです。気になるでしょ。手術でホチンを切ってわーっていう、そういうレベルじゃないんですよ。もう体が歩けなくなるぐらい大変だったの。なので今日はこの私が体験した地獄の1週間の全容を全て皆様にお届けします。まとめるの大変だったんだからね。ではですね、早速この青木が充実感満載にまとめたメモをですね、読みながらあの頃のめちゃくちゃ辛い経験を今から皆さんに語っていきます。ちょっとしんどい内容があるかもしれないんですけども、そういうのが大丈夫だよっていう方は最後までよかったら見ててください。まずはですね、手術の1ヶ月前からのお話からになるんですけども、私ってこの見ての通り、元男の子なわけですよ。ただ一応女の姿に見えるじゃないですか。なんか話が矛盾してる。こんな感じの怪力おじさんから、こうなってるわけですよ。それってポコチン切っただけじゃこうならないの。そうです、薬を使ってこうなっていくわけですよ。別に怪しい薬じゃないですよ。女性ホルモン剤っていう薬なんですけども、その薬を私たちは死ぬまで打たなきゃいけないの。ただね、手術の1ヶ月前っていうのは毎日私が服用していた女性ホルモン剤を止めなきゃいけない期間なんですよ。これ考えてみてください。女の姿を維持するために女性ホルモン剤やってるわけですよ。そんな状況の人間が1ヶ月女性ホルモン剤をストップしたら禁断症状が出ちゃうんですよ。あ、別に出ない。でもね、今ふざけたトーンで言いましたけども、実際には本当に影響がありまして、女性ホルモン剤が体から底尽きてしまうと汗が止まらなくなったりとか、あと皮膚の張りがなくなったりとか、髪の毛がバサバサになったりとか、そういった影響が出てくるんですね。そういったことを1ヶ月前から我慢しなきゃいけないんですよ。そして時は移動し、前日手術をする病院に入院するんですけども、入院したらまず大腸の洗浄をします。おいでは青木さん、四つん這いになってくださいねって言われて、私のお尻をめがけてお医者さんが干潮するんですよ。嘘です、ごめんなさい。普通の干潮です。干潮をして、夜中の12時以降は一切飲食が禁止です。それはなんでかっていうと、全身麻酔の手術をするので垂れ流しになっちゃうんですよ。その何かと言いませんけども、垂れ流しになっちゃうから一切飲食禁止、あとは体の中をきれいにするっていう作業を前日から入院してやります。そして肝心の手術なんですけども、手術はもういろんな動画で話しているので少しショートカットしちゃいますが、一応話しておきますと、私の場合はポコチンを切って、で切ったところに穴を開けて、穴を開けただけじゃ女性の穴と同じようにならないから、お腹の下腹部を穴開けて、腸を切り取ったこの腸パイプをポコチン跡地のところにカチャッと設置して、その設置した腸のパイプが女性の穴として代用されるんですよ。そういった手術をだいたい私で言うと7時間かけてやりました。もうね、すごい怖いの手術って。なんでかっていうと、部屋入ったらもういろんなライトがあるんですよ、天井に。しかも手術のベッドの横に歯医者さんの上位互換みたいな、なんていうのあれ、もう思い出すだけで怖いんですけども、そういったものがあって、うわ、絶対今から私のことこれでえぐるじゃんと思って、やめてってなったんですけども、もうそういう考える隙も与えないかのように、はい、ではこちら寝転がってくださいみたいな。どんな順番だったっけな、点滴されたんですよね、手術の前に。点滴された後にカパってこの全身麻酔ね、お医者さんが私
私のね横でこう肩をこう叩いてんの。これ何かよくわかんないんですけども、あ当時はね。で調べたんですよ。したら一定のリズム感で叩くと落ち着くらしいの、人間って。私はこうマスクされながら、やべえ今から私眠らされちゃうみたいな。いや眠らされた方がいいんですよ。だって起きてる状態でさ個人切られたらもうやばいじゃん。こうやってやられながらね、トン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 、だんだんこう音が遠くなっていくんですよ。次目覚めたらもう自分の病室のベッドでした。でなんかここにいっぱい管ついてんの、うーって。私は人造人間サイコショッカーかーみたいな。俺のターン、俺は人造人間サイコショッカーを召喚。手術の全身麻酔から覚醒したその一番最初に感じたのが、終わったです。その終わったっていうのは、終わったじゃなくて、あの終わったっていう、その安堵の終わった、嬉しいっていう、借金したけどよかったっていう、そんな感じです。もう借金の恐ろしさを忘れるぐらい嬉しかった。多分借金はダメですよ、借金はダメだよ、よくないよ。でそっから私、手術終わってから私はだいたい3日目ぐらいまではもうずっと意識が朦朧としてたので記憶があんまりありません。なので今から術後3日目からのお話にします。まずですね、術後3日目は昼まで私は寝たきりでした。意識はねもう全然普通だったんですよ。覚醒してるから全然普通なんですけども、ただ体の不調がもう結構ひどくて、特に私は女性器よりお腹が痛かったんですよね。お腹のところも切ってるから、腸そっからねスルスルスルって取ってるから痛かったの、めちゃくちゃ。なのでだいたい 4,5 時間おきに1回痛み止めをもらってました。めちゃくちゃ痛いんだからね。で私がすごい特に覚えてるのが、術後お腹がずっとゴロゴロ鳴ってんすよ。え、なんでお腹がゴロゴロ鳴るのって思うでしょ。なんでかっていうと、女性器の穴を私は腸で代用してんですよ。だから回復してるんですね。お腹を開けるって書いて回復、回復してるから腸がずっとゴロゴロ鳴ってんの。お腹空いてる時のゴロゴロみたいな感じ。しかもですよ、私3日目までご飯食べれてないんですよ。体が痛めつけられてるし、腸にも穴開けてるわけだから点滴が繋がれてんの。じゃあコナンちゃんいつご飯食べれるのって思うじゃん。私はしませんけども、お腹からガスが出たらご飯食べていいよっていう合図なんですよ。別に私そういった行為したことないんでわかりませんが、でなんとかですね、私もうガスが出たので無事にお水が飲めました。青木校長の女の子になろう小学校、性別を変えて生きていきたいなと悩みを持つあなたに必見です。詳細はこの動画の概要欄へ。学校法人青木学園でね、ガスが出たら次の日激うまのスープがもらえるの、めちゃくちゃうまいんですよ。その激うまのスープを飲みたいがためにプーってちなみにコンソメみたいな味でした。次にもらえるのがお粥なんですよ。でお粥はもうめちゃめちゃまずい、激まず。あ、伝え忘れてた、全身麻酔の手術の後ってしばらく吐き気が止まんないんですよ。ただこの大きい全然麻酔しても吐き気出なかったんですよね。だから病院の先生が、うわー青木さんすごいですねって褒めてくださいました。次はですね、女性器の消毒なんですけども、その時に私は初自分の女性器と対面しました。嬉しかったよ。すごい後悔したのが、当時の写真ないんですよ。私その時に持っていたスマホがスマホのバックアップ取ってなかったの。だからもう一生の後悔で、体中にね人造人間サイコショッカーみたいな感じでね、最後召喚もうすごかったんですよ、体中が。ただねすごいびっくりしたのが、この消毒の時に女性器見るじゃん、パンパンにね腫れた猿のお尻みたいな真っ赤のプリプリにね、とりあえずめちゃくちゃグロテスクな猿のおケツが、おお下半身についてるぞーっていう、そういう状況だったんですよね。めちゃめちゃ驚愕しました。しかもね、私3日目はずっと体調が悪かったの。腸を切る手術もしてるわけじゃないですか。なのでお腹を下してるんですよ。うんちはしたことないけども、お尻からイチゴミルクが出ました。そしてその日の夕方ですね、歩行器で初めて私は歩きました。ずっと寝たきりだったから3日目の夕方まで寝たきりなんですよ。なので歩行器でだいたいどんぐらいだろうな、20-30m ぐらいこうゆっくり歩くみたいな、完全に病人だよなって思いながら歩いてました。そして日付は4日目、4日目はなんとお腹の抜歯です。股関ジャネ委員会、
そこね、お腹の下あたりを私で言うと7センチから8センチ切開してるんですよ。ちなみに目立たないところを切ってるので全然大丈夫なんですけども、7センチから8センチを切開して、そっから青木かなの白コロホルモンを出すんですよね。違う大腸ね。バシの説明ってしなくていいんですかね。バシ、まあ、したことある人だったらわかるんですけども、ピッピッピッってこう糸をね抜いていくんですよ。で、抜かれる時の感覚は別に痛くはないんだけども、みたいなっていうわかる、こんな感じ。そして5日目、手は4だったな。で、5日目も午前中は女性器の消毒をしました。綿棒で看護師さんにちょん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 ってやってもらうんですけども、もうこの時点で羞恥心は全くありません。そして最大の難関、手術後の初シャワー。ちなみにシャワーするとき座りながらやります。座りながらなんか円座みたいな、オマルみたいな形をした椅子に自分の股間をくっつけないようにして座って、それでシャワーするって感じです。そして夕方にまた女性器の消毒、綿棒でちょん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 って何回も言いましたが、この時点で羞恥心はありません。それの繰り返しなんですよ。だから1日の大半はゲームしてるか寝てるだけってことは、6日目も5日目と同じように同じことしかしてないのでスキップします。そして運命の1週間目、ついに尿道カテーテルを外します。この日がある意味長い戦いの終わりであり、地獄の始まりでした。思い出すだけであの時の激痛が蘇ってくるんですけども、そうです、尿道カテーテルを取ったら人生初ダイレーションです。説明しよう。ダイレーションとはこんな感じの棒を己の女性器の穴に差し込み、作った穴の拡張&塞がりを防止する作業をするのだ。わかりやすく言うとピアスの穴です。ピアスの穴ってさ、ピアス突っ込んでないと塞がっちゃうじゃないですか。で、みんなしばらくピアスの穴が安定するまでってなんで透明のピアスとか入れて塞がんないようにするでしょ。それを私たちは保管でやってます。まずですね、どんな風にやるかっていうと、診察台みたいななだらかな椅子みたいな感じの手術台っていうか診察台、下半身むき出しの状態で座らされて、私はなぜか男性のお医者さんにダイレーションの棒を突っ込まれたんですけども、これ大丈夫みたいな。お医者さんはもう何千個という人工女性器を見てきたから別に大丈夫だと思うんですけども、そのダイレーション棒の私0番なんですけども、細めの棒があるんですよ。だんだん段階踏んできて太い棒に変えていかなきゃいけないんですけども、最初は一番ちっちゃい棒をだいたい5センチぐらいの深さまで入れるんですよね。それを30分ぐらいやっていくんですけど、どんな感覚かっていうと、お腹の下腹部を鋭い痛みが襲ってくるって言えばいいのかな、ズキンズキンしてるみたいな。しかもね、お医者さん容赦なしに圧迫していくんですよ。だからね、やられてる時こんな感じ。みたいな。完全に拷問です。だってさ、最初5センチって言ったじゃん。それを16、17センチぐらいまでの深さにしなきゃいけないの。考えてみてください。それをしばらく、てかもう半永久的にこの作業を定期的にして生きていかなければならないって、そこで絶望しましたね。辛い思いして女になれたっていう喜びを上回ってしまうんじゃないかの勢いで、ダイレーションの絶望、こっから怒涛のラッシュですよ。そしてお次は人生初の女版おしっこをします。男性時代のおしっこの感覚とは全く違うんですよ。そもそも男性時代って尿道が長いわけじゃないですか。ホースの分があるから、ホースの部分がなくなってるわけなんで、男性時代の感覚でトイレをしようとすると多分だいぶフライングになっちゃうんですよね。私の場合で言うと、まずどこに力を入れたらトイレができるのかっていうのが最初全く分かんなかったんですよ。こうやってねってトイレしてるじゃん、あれどこに力入れればいいのか分からないなってなったんですよ。でね、そうやってやってる目の前に看護師さんがいるの。はい、青木さん。はい、はい、青木さん、頑張って。そう。いいですよ。こんな感じでね、励ましてくれてんの。でも私は、ってやって、どこに力入れたらいいのか、わからないっていう状態なのね。そんな青木を見かねた看護師さんが、デリリリッデリリー、綿棒。綿棒ないから、これ代用しましょう。もう一回いきますよ。デリリッデリー、綿棒。で、この綿棒何に使うかっていうと、私のこのパンパンに膨れ上がった猿のおけつ状態の股間の尿道であろうところに、ってやるんですよ。それをしてもらったら、おー、そこかーと思って、ってやって、なんとか成功したっていうわけです。
ただすごかったのがちょっとね血が混じった感じのおしっこだったんですよ。なのでそんな秋は血の混じったおしっこを出し無事女版おしっこを成功させました。はい、ということで今回は青木かのんの性転換のすべてを皆さんにリポートさせていただきました。少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。皆様からのグッドボタンが私のモチベーションになります。そして各 SNS もフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。